はい、どうもこんにちは、高島です。今回はですね、ちょっと紹介したいものがあります。それがですね、こちらになります。こちら、はい、でこれアマテラスっていう、植物を育成する専用の、LED ライトになります。こちらがですね、どういうものかっていうと、今日当たりが悪いところに住んでいる方でもですね、これさえあれば部屋でどんな植物でもですね、光合成できる植物だったら、どんな植物でも育成することができるということで、めちゃくちゃおすすめなので今日はご紹介してみようかなと思っています。購入してから2ヶ月ほど使用してみて、すごく良かったんでね、ご紹介してみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、はい、ということでですね、まずですね、ヤマテラスっていうこのね LED はどういうものかっていうのを簡単に説明したいと思います。こちらはですね、このね、見た目はこんな感じで、デザインもおしゃれな感じの、ものになっています。こんな感じ。はい、これの使い方なんですけど、こちらですね、普通のソケットにですね、この E26 っていう、まあよくあるソケットですね、電球ソケットで、これね、ひねってこうつけるだけで使用できるっていうタイプのものになります。こちらですね、スポットライトのように使用することができるのと、あとですね、広く広域に光を当てることができるということで、2つの、光の方向を調整することができるものになります。でまずですね、これちょっと外すことができます。これちょっと嫌な音になってますけど、はい、これですね、外すとネジで簡単に外せるんですが、こういったね、スポットライトのように一箇所に照射して他の場所に光を当てないようにする、このね、カバーがついてます。でこちらを外すとですね、こんな感じで、こんな感じでね、広い範囲に光を届けることができるということで、2通りの使い方ができるというような特徴があります。実際にちょっと試してみようかと思いますが、ちょっとね、こんな感じ、こんな感じで今適当な、ソケットを用意しました。でこれですね、こうやってつけていきます。これ簡単に回すだけでつきます。で今ちょうど外したので、外した場合と、つけた場合でどのぐらい違いがあるかっていう感じを見てもらおうかなと思います。じゃあこれね、後ろの部分、後ろのね、壁にちょっと照らしてみようかな。こんな感じ、すごい光強いですよね。この植物全体がですね、照らされるぐらい強いです。こんな感じ。はい、でこれね、カメラに当てるとカメラが焼けてしまう可能性があるということで、向けないんですが、こんな感じでね、すごく光が強いです。で、これをね、はめてみるとどれぐらい違うか、これですね、これをつけるとこんな感じで一箇所に強く光る、これを外すと広い範囲に、光を届けることができるってことで、こんな感じで2パターンの光の調整ができます。で僕はね、これ今この上にある2つの、この植物をですね、当てるために、このね、一箇所に強く当てるっていう方を使っています。このアマテラスっていうこの照明器具、電球なんですが、 LED ですね、この LED 電球なんですが、まあ、何がいいのかっていうのを簡単にまとめてみました。何がいいかっていうと、一つ目はですね、地下とか日当たりの悪い部屋に住んでいる方でもですね、これ1棟あるだけで、植物が元気に育つということで、すごく便利なアイテムになっています。これですね、このね、黄色い部分が光る部分なんですが、こちらがですね LED になってますので、電気代も結構安いんですね。こちらですね、1ヶ月あたり200円ぐらいですね、毎日8時間使ったとしても200円ぐらいで済むということで、まあ非常に経済的だということですね。で、あとはですね、これ先ほどご覧になっていただいたと思うんですが、こちらね、光を当てる距離が、かなり広範囲であるということが特徴としてあります。
でこちらはですね、約150センチ、1メーター50センチまで離れても、植物が育つ距離ということになっています。一応この説明書に書いてあるのは40センチから150センチということになります。結構ね、安いあの LED 照明とかね、中国製とかの Amazon とかで結構売ってるんですけど、そういうものだともうほんとね、30センチとかもう離れても 40、50センチぐらいまで近づけなければいけないっていうようなものが多かったりするので、それに比較したら、まあ、かなり離れて使うことができます。他にですね、こちらで注意することが1点だけあります。でそれがですね、近づけすぎてはいけないということですね。近づきすぎると葉っぱが強すぎて葉焼けしてしまうっていうことなんですよね。ですので、植物によって光の強さっていうのが ちょっと違いますから、例えばここにある、この、ビカクシダなんかは結構強い光あってもいいんですけど、こっちのカラテアってね、こういった植物僕好きで育ててるんですけど、これねインテリアにすごいいいんですけど、アマゾンの森の中のですね、下の方に生えているような植物なので、薄暗い場所でも元気に育つっていうような植物になりますので、これをね強く当ててしまうとすぐダメになってしまう可能性があったりします。ですので、ご自宅にある植物のですね、特徴、日当たりいい場所が向いてるよっていうんだったら、これをですね、結構近づけて、一点集中的に当ててもいいですし、あとですね、カラテアのように日当たりの良くない場所でも育てることができるっていうことでしたら、ちょっとねこれを離れて150センチぐらいもう離れちゃって、ちょっとこれに当てた漏れた光ぐらいでも十分育ちますので、そういったね配置関係とこれのね植物の照射角度みたいなものを気にしてつけていただければ問題はないかなと思います。ちょっとね、葉焼けっていうのだけ気をつけてあげるといいのかなと思います。続いてですね、これをね、これいろんなこういった LED の植物用の LED ライトっていうのは販売されてるんですけど、なぜこのアマテラスを、購入した理由ですね、明確にあるんですね。これがで、僕はですね、これ実は2頭買ってます。で1頭買ってみて、ここで使ってみて、植物がですねかなり元気にぐいぐい育つもんですから、こことは別のお店用にですね、1頭もう1頭追加で購入しました。なんでこれを購入したか、というところですけど、これからですね冬になって寒くなりますよね。でその時にですね、日当たりがすごく大事な植物が、こうあるわけなんですが、冬って、日照時間っていうのがだんだん少なくなってきます。ですのでできるだけ日当たりのいい場所に置いてあげるんですが、それでもですねやっぱり、ちょっと日光が足りないっていうことがよくあるんですね。それだったら外に置けばいいんですが、外に置いたら置いたで、寒すぎてしまってですね、植物が弱ってしまうっていうこともあるんですね。ですので暖かい室内で、これをですね、雨の日でも、雪の日でもですね、寒くてもこれをですね部屋につければかなり太陽光とほぼ同じ効果が得られますので、これがあるだけでですね植物の育ち方が年間通しても全然いいんですよね。っていうことがいろいろ調べてきて実際使ってみて分かってきたので、これを追加でも購入することになりました。はい、それぐらいねめちゃくちゃいいんですよこれ。で他の製品もいろいろあるんですが、先ほど、少しご紹介したんですが、1メートル50センチの距離まで離れても、植物が育つっていう能力があるんですね、この、アマテラスは。他にですね、これより半額以下で購入できる LED 照明っていうのが結構植物用でもあるんですが、それだとですね結構ね、植物にから離れると効果がなくなってしまうらしいんですね。で僕いろんな人に話聞いたんですが、これ以外のもの、例えば IKEA でも植物用のライトって、999円とかでめちゃくちゃ安く1000円ぐらいで購入できるんですが、それを使ってる人でもですね、これぐらいの距離でもう30センチとか40センチぐらいの距離で当てなければ効果がないって言われてるんですよね。ですので、まあ
一箇所にねこうやって当てるぐらいだったらいいんですけど、植物が、2つ3つあったりするとそのね、電気もその分だけ必要になってきますので、そうなるとやっぱり非効率だったりとかですね、見栄え的にもあんまり良くないですよね。植物がねせっかくいい感じなのに謎の照明がいっぱいあるっていう状態になってしまうので、その点このアマテラスだと結構離れた位置から一棟で、全体的に照らすことができますので、かなりね、インテリアの見た目の影響も少なく、で植物もかなり元気に育ってくれるというところがあります。植物をですねダメにしてしまう原因っていうのが、あると思うんですが、それがですね、3つあります。水の上げすぎでですね、その根腐れをしてしまうっていうものと、あとはですね水の上げなすぎで、水不足で枯れてしまうっていうことと、あとはですね、一番の理由として、日光不足っていうのがもうみんなやってしまうんですよね。で例えば光があまり当てなくても耐陰性といって日陰でも育つ植物もいたりするんですが、やっぱりね暗いとやっぱダメなんですね。ある程度の明かりは必要で、で逆にですね強い光が必要っていう場合、サボテンとか直射日光が強く必要な植物っていうのも結構あるんですね。でまあ、あとはオリーブとかもそうですよね。で植物があるんですが、外で育てるには海外のあったかい地域出身のね植物だとやっぱり日本の環境だとちょっと寒すぎたりするんですね、外だと。ですので室内に入れるんだけど室内だと日光不足になってやっぱ弱ってしまう。で、3月とか4月とかになってきてようやくね暖かくなってきて環境が変わってもう一回一から頑張んなければいけないということで、寒くなって光が弱くなって暖かくなって日光が強くなってっていうね寒暖差がですね結構激しいもんですから、そういった植物も結構日本にもいっぱいあるんですね。海外では外でそのまま成長できる植物でも日本だとねちょっと寒暖差とかあとは湿気とかいろいろな影響がありますので、このね日光不足あとは寒さっていうところで、室内でやっぱり育てたいけど育てることができない場合にですね、こちらのアマテラスがすごく重要になってくると僕はそう考えて購入しました。でこれがあればもう元気に育つことができるということになります。で先ほどですね1メートル50センチ離れても植物が育つというお話させていただきましたが、それによるメリットもいろいろあって、例えば近くないと効果がないライトだとこのぐらいの距離で当てないといけないんですね。そうすると、まあ、この範囲っていうことですよね。この範囲、これぐらいの範囲ですね。これぐらいの範囲しか植物が育たないっていうことなんですが、アマテラスの場合だと1メートル50センチ離れても大丈夫なので、照射距離が離れることで照射範囲まで広がるっていうメリットがあるんですね。これが僕はね一番メリットだと思うんですよね。ですのでこれ1棟で何棟分ものですね、LED 照明の代わりになるということで、あとはですね大きい植物にも1棟で当てることができるということになりますので、ぜひねご自宅で大きめの植物を育てている方とかですね、植物を多く育てている方にはですねかなりおすすめのものになります。はい、というわけでですね今回はこのアマテラスっていうね植物用の LED 照明をご紹介してみました。これ2ヶ月ほど使用してみてかなりおすすめだということが分かりましたので、これ満を持してこちらご紹介させていただきました。はい、というわけでですねまたインテリアやこういったライフスタイルについてもまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。